はい。では、改めて皆さんおはようございます。今日はたくさんの人に参加していただいて、本当にありがとうございます。今日はワードプレス6.5のアップデート内容を見てみようというテーマで準備をしました。で、本来ならば今週の、火曜日に、ワードプレス6.5が公開されて、皆さんも配信、アップデートできるはずだったんですが、いろいろちょっとコミュニティの中で議論が続いていたので、来週の火曜日に延期になってしまいました。なので、今、ワードプレスをインストールして使おうと思うと6.4のままなんですけど、それを6.5にあえてこう、プッシュして、まだ公式に公開はされてないんですけど、一応テスト段階ということで6.5をいじることができるので、今日はちょっとそのやり方も皆さんに紹介し、早速6.5見ていこうと思います。今日のオンラインワークショップは、ワードプレスプロジェクトの、公式教育チーム、トレーニングチームが主催しています。で、録画が、撮られていて、終わった後、wordpress.tv という、ワードプレスの動画サイトにも載るんですが、それともう一つ YouTube の、ワードプレス公式チャンネルにもアップされます。で、YouTube の方は、多分明日くらいかな。アップされると思うんですけど、字幕もついたり、チャプターも YouTube が自動でつけてくれたりと、いろいろ見やすいので、そちらもぜひ後から、見て、またどんどんシェアしていただけたらと思います。セッション中、質問とかがあれば、どんどん Zoom のチャットの方に流してください。私もいろいろ、ここで、皆さんにお見せしますけど、もう一回やってとか、ちょっとそこ踏み込んで、教えてくださいっていうのがあれば、チャットでもいいですし、あとはもう音声をつけて、生に聞いていただいても大丈夫です。はい。では、早速始めていきたいと思います。で、ちょうどですね、29日、昨日ですね、この WordPress リリース候補版4という、日本語の投稿も公開されました。Zoom チャットの方に今リンクを流しましたけど、もし、フォローしていなければ、ぜひ、この ja.wordpress.org、このサイトを、皆さんメール購読、登録してください。こういうリリース関係の情報とか、日本のコミュニティの、アナウンスとかも多くはないですけど、月3、4くらいかな、投稿が流れるので、ja.wordpress.org、で、右の方にこのメール購読っていうのがあるので、これ登録していただくと皆さんにも、すぐに情報が行きます。で、リリース候補版4。今日はこれを見ていこうと思うんですけれども、ちょっとこの投稿には、実際にどういう新機能が追加されましたよっていうのは、あんまり含まれてないんですね。このコミット一覧とかチケット一覧とか、探っていけばわかるんですけど、毎回ワードプレスの更新って、新機能が数百足されるんですよ。新機能とか、性能のアップグレードとか、あとはバグの修正とか、数百のチケットが一つのワード、リリースの中に入ってくるので、ちょっとこれ探るの大変なんですね。そこで今日私は、事前にいくつか他のリソースも調べて、いろんな方がすでにまとめてくださっていたので、そこからピックアップして、皆さんに新機能を、共有していこうと思います。ですごくアナログなんですけれども、今日はこうやってメモ用紙に皆さんにこれとこれをこうお伝えしたいっていうのを書いてきているので、1時間の中でちょっとスピード早いんですけれども、お見せしようと思います。私が参考にした資料をちょっと今、ズームチャットの方に、リンクを流しますので、後から皆さんもぜひ見てみてください。まずこちら今見せているのは、これ、私、オートマチックという会社に勤めていて、そこの同僚なんですけれども、その人の個人ブログです。で、その個人ブログで、今度のワードプレス、こういう機能が足されますよっていうのを、公開してくれているので、それを共有しました。もう一つ参考にしたのは、これ GitHub のリンクなんですけど、各、WordPress のリリースに合わせて、トレーニングチームが、ビデオを公開するんですね。
で、この6.5の、新機能に関するビデオもすでに出来上がっていて、あとはそのリリースされた日に公開される。公開されたら lan.wordpress.org にアップされるので、まあ、アップされる前の状態なんですけど、すでに見ることはできるので、そちらのリンクを載せました。そして、もう一つ、これ、ジェイミー・マーズランドさん、これもこの方の個人的な YouTube のビデオなんですけれども、結構私も彼のビデオが好きでいつも勉強になっているので、彼がですね、250秒で WordPress 6.5を説明すると、まあ、だいぶ省略割愛した内容なんですけれども、こちらもちょっと参考にしているので皆さんにお送りしました。はい。で、今日のテストサイト、また新しいサイトを作りました。バージョン6.4.3ですね。今、公式にリリースされている最新のワードプレスは6.4.3です。で、これをどうやって6.5にするか。あえて6.5にプッシュしてテストするにはどうすればいいかっていうのが、一番最初に共有したこのリリース広報版4っていう投稿の下の方に書いてあります。テストの方法。で、4つ、ここで方法が紹介されています。1つはプラグインを使う方法。で、私もこれからこれを入れようと思います。直接ダウンロードすることもできます。また、コマンドライン使い慣れている方は、コマンドラインで、6.5にすることができます。そして、ワードプレスプレイグラウンド。これはもうブラウザで完結するワードプレスなんですけれども、こちらでもテストすることができます。次回のオンラインワークショップで、まあ、このプレイグラウンドを皆さんに紹介して、いじってみたら面白いかなと思ってますが、とりあえず今日はこのプラグイン版でやろうと思います。で、プラグインはワードプレスベータテスターというのを入れます。なんで、今日のテストサイトに戻ってきて、プラグインの新規プラグインを追加で、ここに、ワードプレスベータテスターと入れます。はい。で、こういうアイコンですね。ベータ。ベータなので、まだこう開発中です。だからバグとかも、あるかもしれないので、これを、リアルなサイトには入れないでください。もう公開されているサイトに入れると、サイトが壊れる可能性があるので、あくまでテストサイトだけに入れて、そしてワードプレスの新機能をテストするということができます。はい。インストールして有効化しました。で、これだけだとちょっと足りなくて、ちょっと設定が必要なんですね。設定では、最前線チャンネルと、ベータ RC のみ、ストリームをそれぞれ選択。で、これがですね、ワードプレステスターの設定で、最前線、これです。最前線にして、ベータ RC のみ。これで、6.5になったはずです。今、これですね。最前線とベータ RC のみ。これで、ダッシュボードに戻ってみると、これでいいのかな？ツール。プラグインの設定の。それぞれを選択。これですね。再生センター。これで、更新か？あ、これですね。で、その後に、ダッシュボードの更新まで来ると、バージョン 6.5RC4 に更新っていうのが出るので、まずプラグインの設定をした後に、更新タブに来て、ここで更新をします。そうすると、ネット上から6.5、まだ未公開なんですけど、引っ張ってきてサイトにインストールしてくれます。なんで、手順としてはプラグインを入れて、設定を2つして、サイトの更新画面から更新をして、そうすると、来ました。WordPress 6.5。来週火曜には皆さんこの画面が見れるんですけど、それをちょっと先取りしたという感じです。はい。で、結構いろいろた、あの、新機能があるので、早速これを見ていこうと思います。一旦ここまでで質問とかないでしょうか？
大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。では、早速入っていきましょう。あ、で、ちなみになんですけど、私、画像だけ入れときました、このサイト。投稿固定ページは作ってないんですけど、ちょっと面白い画像があったらいいかなと思って、画像だけ入れました。さて、まず最初に見ていきたいのは、これ私もすごく嬉しいんですけど、カバーブロックの機能が、良くなりました。カバーブロック。メディアライブラリーから一つ適当に選びます。横向きの画像がいいかな。はい。選択。はい。で、まず何がされたかというと、画像のオーバーレイがかかるんですね。カバーブロックには、なんかこう色味の、膜がかかる。まあ初期設定になっていて、もちろんこのオーバーレイは自分でいろいろ変えることもできるんですけど、気づいていただきたいのは、もし僕がもう一つここに、カバーブロックを入れた場合、どうしましょう。なんか、これに、はい、横向き、これいってみますか。じゃん。このカバーレイの色味。ああ。ちょっと待ってください。別なのにしましょう。メディアライブラリを開くんで。どうかな？これだったらどうかな？はい。何が言いたいかというと、このオーバーレイの色です。上の方は茶色なんですけど、下がピンクになりました。これ何をしているかというと、その画像の色味を自動判定して、それに合ったオーバーレイを足してくれてるんです。なので、私、下が、さっき茶色だったのも画像を入れ替えると、自動的に、この画像に合ってるオーバーレイの色にをつけてくれます。まあ、デザイナーじゃない方からすると、自動で一番良さそうな色を選んでくれるので、かなり嬉しいです。もっと嬉しい新機能として、アスペクト比の設定ができるようになりました。これは、モバイルデザインをするときに非常に嬉しいです。で、ちょっと、どういうことかというと、今まではカバー画像の最小の高さしか設定できなかったんですね。なので、これを例えば400ピクセルとかにすると、デスクトップ用の画面でもカバーは400ピクセル。モバイルでもカバーの高さは400ピクセル。デスクトップでもモバイルでも高さが一緒っていうのは、デザイン的に変になっちゃうんですね。うん。ちょっとなかなか言えないんですけど、これがアスペクト比を設定できるので、例えば、まあ、ワイド。はい、今こうカバー画像がこうなったのが見えますけど、これデスクトップ版ですね。これをモバイルにしても、ちゃんとワイドのままカバー画像が表示されるようになったんです。下は今、アスペクト比を設定してないので、同じ高さのピクセル値を保存してるんですね。デスクトップにすると、画像がこう綺麗に全体が見えていいんですけど、モバイルにすると、高さを保存するために横をトリミングされちゃう。これが従来のカバーブロックでした。で、今回からこのアスペクト比の設定ができたので、上の画像のように、デスクトップでも、モバイルでも、同じ比率のカバー画像が使えるということになったので、これは私は非常に嬉しいです。で、いろいろこうアスペクト比もあるので、モバイルでもデスクトップでも正方形が欲しいとか、こういったことができます。はい。さて、せっかくページエディターにいるので、今回もう一つ新しく追加された機能として、どのブロックも名前の変更が可能になりました。なので、今これリストビューを開いて、点3つをクリックして、下の方に名前を変更というのができました。で、最近は、グループブロックの名前の変更はできたんですけど、今回の6.5から全てのブロックの名前の変更が可能です。で、これはなので、テーマデザインとかしてるときにはだいぶ便利かなと思います。例えば、こちらは、トップ見出しというブロックにして、例えばこっちは、コンテンツ1とか、
今、ブロックが2つしかないので、なんか大したことないんですけれども、どん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 このリストビューのブロックが増えていったときに、どのリストだったかなとか、どのは、あの画像だったかなっていうのが、自分でこう見分けがつきやすくなりました。で、例えば、カバーブロックの中に別のブロックを入れてみましょう。ここに、例えば、イメージの、なんか適当に入れて、例えばその下に、あとに追加。例えば、ここにテキストを追加。ちょっと見にくいですね。テキストを白くしますか。で、この今上のカバーブロック名前変えたんですけど、中のブロックも名前を変更することができます。もう本当にページの中のどのブロックも名前の変更が可能です。全部変えていくとそれもまた大変な作業なので、まあ、自分のニーズに合わせて、要所要所だけこう変えるといいかなと思います。はい。どんどん進みますけど、何か質問があったらぜひ、教えてください。よし。イメージ。ちょっといくつか画像を足して。次の機能としてですね。もう一個ぐらい入れますか。ここにヘッダーとかでもいいか。これは。です。はい。次に紹介するのとして、このドラッグドロップするときの、使い勝手が良くなりました。今までは、リストビューとかでこう画像を動かすと青い線が出たんですね。で、青い線の場所を見ながら、移動してたんですけど、今後は、見てください。もうこのオブジェクトがリストの中を移動しているので、このクリックを外したらここに落ちるんだなっていうのがだいぶ見やすくなりました。今これカバーブロックの中だなとか、これは外だなとか、これ中。で、外とかですね。今までの青い線だったらなかなか見にくかったんですけど、これがもっと直感的にいろいろ編集できるようになったので、嬉しいと私は思っています。メインの方はまだ青い線ですね。メインの方は青い線なんですけど、左のリストビューだとオブジェクトが移動が見えます。はい。さて、次の機能として、画像などに、影をつけることができるようになりました。結構、なんでしょう。そのワードプレス以外の世界だと影をつけるって普通だと思うんですけど、ワードプレスなかなかできなかったんですね。自分で CSS を書いて影をつけるとか、しなきゃいけなかったんですが、今回から、影を、つけることができます。で、どこかというと、画像を選択して、右のスタイルから枠線と影っていうのがあるので、影、オフにする、あ、オンにすると、影の種類がいくつかあります。まあ、これを、まだちょっと自分で、微調整することはできないんですけど、とりあえず、こうやってデフォルトで用意されている影を、つけることができるようになりました。これ、嬉しいですね。で、多分、まあ、今後の、公開、まあ、リリースで、この影を自分で、調整するっていうことも可能になってくるんじゃないかなと思います。画像だけじゃないです。他につけられるものとして、カバーブロックもつけれるんじゃないかな。カバー。あ、カバーじゃなかった。カバーじゃなくて、ボタンですね。ボタンにも影をつけることができるようになりました。ボタン。ボタン1。ボタン2。ボタン3。はい。まあ、こういう感じでボタンがあったときに、スタイルに行き、あ、親ブロックじゃダメですか？これ子ブロックをクリックすると、あります。影の設定が出てきます。あら。なんか、あと一歩って感じだな。ボタン1個にだけ影つけるってことあんまないと思うので、親ブロックにできたらよかったんですけど。まあ、とりあえずここで、影の設定ができます。あとはあれですね。
サイトエディターの方から、グローバルに、もうボタンには必ず影をつける、みたいな設定をすれば、すべてのボタンに、影がつきますね。ちょっと後でそちらのやり方も見てみましょう。今日とりあえずボタンにもつきます。あとはですね、カラムブロックにも、つくんですか？カラム。2個。適当に、何でしょう。段落にしますか。これは段落です。そしてカラム2番。これも段落です。です。で、カラムに、スタイルに影ができたので、これ影をつけるとどうなるんでしょう。ドロップシャドウの、ぽい。なるほど。ちょっとこうしますか。あ、こういうことなんですね。なるほど、なるほど。一個一個のカラムじゃなくて、これ全体が四角くなると。ああ、なるほど。じゃあ、例えばこれ、背景をちょっと白くすると。ちょっとこれの方がいいですかね。よいしょ。ちょっとこう浮き上がった感じが出てきます。カラム。こっちの中のカラムは、影は？あ、中もつけれる。お！中のカラムに、例えば灰色をつけて、ほうほうほう。ちょっとこれデザイン的にどうかは別として、こうしてグレーにして、よし、どうだ。へえ、なんか不思議ですね。けど、この影機能が、追加されたので、いろいろ皆さんも試してみてください。グループブロックにもつくらしいので、ぜひ、見てみてください。さて、ですね。もう一つ、ライトボックスっていうのがありました。これ画像なんですけれども、6.3くらいだったかな？ 6.3 か6.4に、ここら辺にライトボックス機能があったんですね。で、それが、こっちにクリックで拡大という左のメニューに変わりました。このクリックで拡大っていう設定が、今まではスタイルの中に、画像ブロックのスタイルの中にあったんですけど、その場所が変わって、画像のリンク設定の中にクリックで拡大が入りました。まあそうですよね。リンクした時の動作なので、リンクメニューに入っていいかなという感じです。ご存知ない方のために、これがどういう機能かというと、今これですね。この画像をクリックしたときに、全画面表示になるっていうのが、このライトボックス効果なんですね。特にこれ、モバイル用のサイトとか便利です。なんか小さい画像を全画面で表示して、小さく見えるようにするっていう意味で、使われると思うんですけど、この設定の場所がリンク設定に入ったので、注意が必要です。はい。で、リンクの話をしているので、もう一つ新機能が出ました。この文の中のリンクは、この文字たちです。はい。で、なんか適当にリンクを、今日のミートアップから、この文字たちです。ここにリンクを貼りました。はい。で、例えばですね、どうしよう。ちょっと戻りましょう。これですね、この文字たちですね、リンクを押して、ここに URL を貼って、Enter を押します。で、今までは Enter を押すと、このポップアップが消えたんです。で、改めて、例えば新しいタブで開くっていう設定をしたかったときには、このリンクを貼った後にポップアップが消えるので、もう一回リンク設定を開いて、そして新しいタブで開くっていうのを探しに行かなきゃいけなかったんですね。これが、リンクを押したときに、リンクを貼ったときに、ポップアップが表示されたままになりました。すごく細かい点なんですけど、私個人的には結
構煩わしかったので、新しくなって嬉しいです。もう一回やりますけど、今これリンクを貼ろうと思って、このリンクボタンを押してポップアップを出しました。で、リンクを貼ります。で、今これをエンターを押さないと反映されないんですけど、今まではエンターを押すと、これが消えたんです。で、今回はエンターを押すと、これが残るので、ここで新しいタブで開くとか、ノーフォローマークとか、まあこういう設定が、そのままできる。まあクリックが1個、2個減ったってだけなんですけど、リンクをよく編集する。まあ特に僕も新しいタブで開くっていうのはつけたりつけなかったり結構考えてるので、いちいちこれが消えないっていうのはかなり嬉しいことです。はい。ちょっと今話してきた内容をマークするので、他に皆さん、質問とかあればぜひこのタイミングで、教えてください。これは話した。これで3分の1くらいです。私の用意した内容。あ、三宅さんもリンクのポップアップの改善嬉しいです。あ、わかりますか？この、あれ、煩わしかったんですよ。なんで消えるんだっていつも思ってたんで。なんかハートつけてる人いますけど、やっぱわかる人はわかる、嬉しい改善点です。小鳥さんも地味に面倒でしたよねって。はい。この、じゃあページエディターの中で紹介できる機能、あとちょっとだけなので、それを紹介した後、ワードプレスの別な部分に、サイトエディターの方に移動したいと思います。他に今回できたこととして、グループブロックの背景の設定、そしていろんな編集ができるようになりました。例えばですね、いろはにほへと、ち、感じにしなくてもいいのにとかですね。これもまた適当な文章です。なんだろう。はい。何をしたかったかというと、これからこの、4つをグループ化します。選択してグループ化。で、グループの、背景が、背景画像の設定ができます。なので、今までこうやってグループしたものの背景を設定しようと思ったら、カバーブロックを多分作って、で、カバーブロックの中にこのブロックたちを移動するっていう流れだったんですけど、今回からはもうこのグループに直接背景画像を設定することができます。こういう感じです。で、まあ、ちょっと何ですか？なんだろう、カバーの方はそのオーバーレイとかもあってもうちょっと見やすいんですけれども、ですね。これの焦点っていうか、サイズかな？あ、これです。あ、出てきた。はい、今これ背景画像を設定した後に、点3つを押して、サイズっていうのを押すと、これカバー画像で見覚えのあるような、設定が出てきました。で、この焦点を自分で移動して決めることができます。なので、ちょっとお花を見せたいっていう時にはこれを移動できます。なんか多分最初、どこだったんだろう。ここら辺でした。なんかずれてたので、これを調整することができます。そして、ここのサイズ3つ設定があります。カバーは、スペースを均等に覆います。コンテインだと、このグループの中に写真が収まるようにします。ですね。そして固定だと、固定幅を設定してください。固定幅を設定してください。どういうことだ？ 200。お！何これ？ なんかちょっと、一昔というか、二昔前ぐらいの、サイトの背景みたいになっちゃってますけど。あれー。なるほど。こういう設定ができるんですね。例えば300にして、繰り返しを取ると。なるほど。画像の幅を設
定できるということですね。これはちょっと、皆さんぜひ、試してみてください、いろいろ。なんか、私は自分のサイトの運用はちょっとすぐにはわからないんですけど、まあ、こうやってグループの背景に画像をセットして、その背景の、背景画像のテスト、設定もいろいろ変えれるということが、できるようになりました。はい。それから、ナビゲーションブロック。ナビゲーションブロック。ナビゲーション。はい。これ今は、昔はワードプレスメニューをカスタマイザーの中で作ってたんですけど、今はナビゲーションブロックで、作るようになりました。このナビゲーションブロックに、どんなブロックも追加することができます。はい。今まではナビゲーションブロックに足せるブロックの種類っていうのは限定されてたんですけど、今回からは、何でも好きな、ブロックを足すことができます。で、多分ナビゲーションブロックにブロックを足すってことは普通の人は少ないので、プラスを押すとリンクを追加っていうのがデフォルトですね。なので、ここに例えば、自己紹介とか言って、自己紹介っていうページがないので、下書きページの作成自己紹介、こうリンクを作る、こうメニューのアイテムを作ると同時に、自己紹介ページももう作っちゃう。これ下書きってなってますけど、もう一回ページに戻って編集をして公開をすると、このメニューの下書きっていう文字も消えます。ただ、リンクの代わりにブロックを追加っていうのも可能で、例えばこれ検索ですね。今までナビゲーションブロックに検索を足すことができなかったんですよ。なので、携帯のメニューとかになった時に、結構そのポップアップの中に、メニューのポップアップの中に検索を入れたいって方いると思うんですけど、ちょっとそれができなかったんですね。それが今回はナビゲーションの中に、こういう検索とかブロックを入れられるようになりました。あとは何だろう。ソーシャルアイコンももうここに入れちゃうとかですね。ワードプレスのアイコンとか、自分のいろんな、もっと自分のいろんなソーシャルの、アイコン。あと、なんでしょうね。ここに、例えば、X とかですね。まあ、こういうのを全部ナビゲーションメニューの中に入れることができます。ちょっとこう、見てみましょう。どういう感じか。これを、新しいタブでプレビューすると、ちょっと公開しちゃいます。あ、違うんだ。固定ページ、よいしょ。よいしょ。あ、来ましたね。ここです。お、なるほど、なるほど。今私、ナビゲーション編集したら、上もこれ編集されましたね。ここにもナビゲーションブロック入ってるんですけど、上のメニューと連携しているので、上にもアイコンとかが足さりました。で、これをモバイルビューにすると、どういう感じかというと、えいや、よし。これを押すと、この中にメニューもあるし、検索もあるし、ソーシャルアイコンもあるし、ようやくちょっとモダンな、モバイルメニューになってきたかなという感じです。このナビゲーションブロックにいろんな他のブロックを足せるっていうのは、大きい改善だと思います。で、ちょっとですね、このジェイミーさんの動画を、別の動画を見ていただくと、ここにメガメニューの作り方みたいなのを紹介してます。多分、ワードプレスの公式ブログにも出たんですけれども、ナビゲーションブロックの中にどんなブロックでも足すことができるようになったので、例えばその上にナビゲーションがあって、それをポチッと押すと、下にもっと大きいナビゲーションがポップアップされて、メニューが選べる。なんかこう、見せられるかな？多分、この辺で紹介してたと思うんですけど、ここかな？どこだ？
いやー、ちょっとすぐには出ないですね。ごめんなさい。これ準備不足ですが。そういった、大きい、メガメニューって言われるものを作る。あ、これです、これです。こういうやつです。ちょっとだけ流しますけど。はい。皆さん画像見えてますかね。例えばこれ、ボタンを押したときに、ここに画像ブロックの横に、こう、カテゴリーみたいなのがあって、さらに文字の説明があって、こういった複雑なメニューも、これ全部コアのブロックだけで、作成しています。今までこういうのを作ろうと思ったらプラグインが必要だったんですけど、コアのブロックだけでこういった複雑なメニューも作ることができるようになりました。ので、ナビゲーション、メニューは今後どん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 、面白いものが出てくるんじゃないかなと思います。はい。小鳥さんもメガメニューできるのとても嬉しい。ありがとうございます。さて、このページエディターはだいたいこのあたりで、次、サイトエディターの方に行こうと思います。で、サイトエディターですね。外観ですね。エディター。はい。で、こちらも、いろいろ新機能が、まあ、新機能というか、洗練された内容に、なりました。あ、川添さんもメガメニュー作れるのすごいです。はい。今までこれ、ちょっと面倒でしたので、嬉しいですね。さて、まず、パターンに行きましょう。で、パターンには同期パターンと非同期パターンっていうのがあって、今回、もともと6.5で、部分的同期パターンみたいなのが公開される予定でした。つまり、主なブロック、そのパターンの内容は一緒なんだけど、一回ページとかにつけた後、その画像とか文字とかだけは変えることができるよ。レイアウトは変えられないけど、文字とかの内容だけは変えれるよっていう、なんか部分同期パターンみたいなのができるはずだったんですが、ちょっと間に合わなかったので、6.5から省かれました。なので、6.6に期待したいと思います。今回取り上げたいのは、このパターンの画面が一新されたんです。パターンを選ぶ画面が、綺麗になりました。今まではなんかこう、黒っぽい感じで、なんだろう。まあ、ちょっと使いにくかったんですけど、なんかこう、新しい綺麗な感じになってます。で、例えば、もともとあるパターンを複製して、その複製したパターンを自分で編集するということもできますし、これロックかかってるのは、テーマのパターンだからですね。テーマが提供するパターンは変更できないんだけれども、これをもとに自分で新しいパターンを作りたいというときには、複製をすることができます。あとは、検索もかけられます。例えば、なんだろう。まあ、今はパターンがそんなにないんですけど、例えば、コールっていう文字が、名前に入っている、パターンをここで検索をしたりできます。このテーマ40のパターンがあるので、まあ、独自のテーマを作られる方も、いろんなパターンを作ったときにこの検索機能があるといいかなと思います。あとは、同期非同期のステータスで、絞り込むということもできます。それから、こちらの右上の設定を押すと、並べ替えもできますし、あと、フィールド、それからですね、ページあたりの項目数。例えばこれを、あ、これは変わんないのかな。まあ、こういうちょっと並べ替えとか、そのパターンの、探しやすくなったようになってます。それからですね、パターンカテゴリー、こうカテゴリー化されてるんですけど、このカテゴリーの編集ができるようになりました。これだったかな？テキストっていうのを押して、あれ？違うな。あ、パターンのカテゴリー。これ、どこでやるんだ？これじゃなかったか。テンプレート。テンプレートのカテゴリーか、もしかして。
そんなことはないな。パターンのカテゴリーが、編集、こう、名前を変えるとかできたはずなんですけど、もしかしたらこれ6.5から省かれたんですかね。なんか、消えてますね。これ、並べ替え、フィールド、違うな。違いますね。あ、じゃあこれはちょっと、なくなったのかもしれない。6.5から排除されたのかもしれない。残念。もう一つ、じゃあ今パターン見てましたが、テンプレート。テンプレートも、新しくなりました。で、例えば、これ、テンプレート管理かな。はい。これ、今も従来の見え方ですね。テンプレート一覧。このテーマに入っているテンプレート一覧が出ていて、例えばその、編集を加えたら、ここにその誰かが、編集をしたっていう名前がここについたりします。で、ただ、この一覧って実際にテンプレートの内容が見えないので、今回から、このグリッド表示っていうのができました。レイアウトをテーブルからグリッドに変えると、テンプレートもパターンのように、ビジュアルに、こう、見ることができるようになりました。だから、どのテンプレートを使いたいかなっていうのも選びやすくなってます。で、こちらもフィルターを追加ってあるので、例えば、誰々さんが作った、テンプレートに絞って、その中から選ぶ。そのテーマだけじゃなくて、テーマが用意したフィルター、テーマが用意したテンプレートだけじゃなくて、自分が編集したテンプレートを検索したりとか、そういうこともできるようになってます。なんか出るかな？出ないですね。何で検索したらいいんだろう。イメージとか。まあなんか、これもここの文字列で検索をしてるんですけど、こういうことができます。はい。テンプレート一覧もそうですし、テンプレートパーツも、同じようにグリッド表示ができます。テンプレート。おっとっとっと。テンプレートの、これの、画材に戻って、パターンがいいのかな？これの、あ、だ、テンプレートパーツです。テンプレートパーツは、紛らわしいですね。テンプレートの中じゃなくてパターンの中にあります。パターンの中のテンプレートパーツも、今までは、この名前と誰が作ったか、みたいな情報しか出てなかったのが、ビジュアルにこう見えるようになったので、選んだり編集したりしやすくなっています。はい。ちょっと、このあたりの説明分かったでしょうか？なんか質問とか、あればぜひ教えてください。大丈夫ですかね。インデックスカスタム。エンジンのタイトル。はい。それからですね。続いてなんですが。はい。小鳥さんありがとうございます。さて、スタイルの編集を見ていきましょう。今どこまで来たかというと、ちょっとダッシュボードに戻りますが、外観、テーマではなく、ごめんなさい、外観、エディターですね。の、スタイル。で、この鉛筆を押すと、そのサイト全体のスタイルを変えることができます。で、さっき例えば、その、ボタン一個一個に影をつけていくのがめんどくさいから、グローバルスタイルで設定できるといいねという話をしたんですが、それをやるのもここです。このスタイルの中のブロックっていうのを押していただくと、ここにボタンがあるので、ここで、例えば、影を選んで、もう全部のボタンにデフォルトで、影をつけたい。みたいなことやると今ここにもつきましたが、これで、サイト全体のボタンに、デフォルトで影がつくようになります。で、例えばこれを変えたときに、今このブログフォームっていうテンプレートが出てるんですけど、他のページではどう見えるのかなっていうのは、このスタイルブックというボタンをクリックすると見ることができます。
ここに、このサイトにあるそのコアのブロックが全部出てるんですけれども、例えば、画像。画像の、影ですね。影はどうなるかなっていうのが、このスタイルブックで見えます。ここに影がついてます。はい。で、あとは、まあ、グローバルスタイルいろいろ変更できるんですけど、今回新しく入ったのがタイポグラフィーです。タイポグラフィー。今までは、自分のテーマが提供していないフォントをサイトに導入するときには、プラグインとか、あとは自分でコーディングをして、そのフォントを導入しなきゃいけなかったんですが、6.5からコアのワードプレスだけで外部フォントを入れることが可能になります。で、今タイポグラフィーっていうのを押すと、これもともとテーマが用意しているフォントです。で、これを押すと、これですね、この右上の設定を押すと、ここで、ご自身のフォントをアップロードすることが可能になります。そしてもう一つ、フォントインストールって押すと、これは Google フォントに接続して、Google フォント、最近はそのヨーロッパとかのその個人情、個人情報ですか？その、の関係で、Google からその時読み込むんじゃなくて、自分のサイトにダウンロードして、サイトからフォントを、配信するようにしましょうという動きがあるので、こちらフォントインストールを押すと、Google フォントにアクセスして、Google フォントを自分のサイトにダウンロードして、使えるようになるという機能も、追加されています。なので、ライブラリには、まあ、一旦インストールされたフォントが全部出てきます。新しいフォントはフォントアップロードで上げられます。いろんな形式がこうサポートされています。そしてフォントインストールっていうのは Google フォントにアクセスを許可すれば Google フォントから自分のサイトにフォントを入れてそれを、サイトから配信することが可能になります。はい、石田さんも Google フォントプラグイン抜きで使えるのありがたいです。もうそうです。もうプラグインがいらない。コアが提供する、機能になります。はい。で、だいたいぴったりぐらいですね。あとちょびっと、お伝え、まあ、お見せしたいものがあります。例えばですね、スタイル一覧。ちょっとこのグレーなスタイルは嫌なのでミントに変えようとか。あとはですね、何を変えようかな。例えば、ブロックの、文字は全部巨大にしたいとか。まあ、いろいろ変えたとします。で、この、変更の履歴が保存されていくんです。で、今保存をしたんですけれども、ここにリビジョンっていうのがあります。で、リビジョンを押すと、ここが新しくなったんですが、何が変更されたかというのが、箇条書きで紹介されているんです。なので、今僕、デフォルトから保存したんですけど、何を保存したか、タイポグラフィーのスタイル、ナビゲーション、プルクオート、引用、サイトのタイトル、段落部、キャプション要素。まあ、こういうものを変更したとなります。けど、やっぱり、そうだな、こっちがいいかなと思って、これに変えたとします。けど、やっぱりまた後日、変えたいなと思って、こっちに保存したとします。これで、履歴、リビジョンを見てみると、これ、今僕3回保存したんですね。で、クリックすると、それぞれの、何が変わったか、こう右に出ます。さらに、左も、プレビューが出てるんです。この状態に戻ったら、こう見えますよ。この状態に戻ったら、こう見えますよ。っていうのが、表示されてます。で、これを、例えば今、スタイルブックをつけたんですけど、スタイルブックで、リビジョンを見ながら、どれにしようかなと決めたりもできるんです。このリビジョンがだいぶ、使いやすくなりました。サイトエディター。はい。小鳥さんも扱いやすくなるの嬉しいですねと言ってくださっています。そして、最後もう一点だけお見せするとしたら、これはサイト上ではないんですけれども、ちょっとこちらの Google、あ、ごめんなさい、GitHub イシュー、皆さんにもリンクを共有しますが、
今回の6.5のパフォーマンス、そのサイトパフォーマンスがどう改善するか、調査してくださった方がいます。で、タイピング、まあ、その、投稿エディター、サイトエディターそれぞれで、なんと5倍の速さになったと。今日私もいろいろこう、いじっていて、皆さん、サクサク進んでる感じがちょっとわかりましたかね。結構今までサイトエディターもたつく時があったんですね。ブロックの読み込みとか、そもそもエディターの読み込みが遅かったりするんですけど、今回僕もやっぱ使っていて、サクサクしてるなという感じがあります。ブロックを読み込む時、これもですね、読み込み、今まで7秒かかってたのが3秒。8秒かかってたのが3秒とか、パターンの読み込みも、まあ、62%改善されたという感じで、本当に使ってても、まあ、数字だけ見るとパッとしないかもしれないですけど、使ってても、サクサク動くようになったなと感じる、今回の6.5の更新です。はい。だいぶ、早口でたくさんのことを紹介したんですけれども、いかがでしたか？あと、数分あるので、もし皆さん質問とか、もう一回ちょっとこれやってみてくださいみたいなのがあったら、お見せしようと思うんですけど、いかがでしょうか？はい、どうぞ。あ、なんか聞こえてないです、小鳥さん。お待ちしている間に、関根さんも使いやすくなってますね、と。あと、エラさんが、あ、これですね。X にポストしてました。この、これですね。さっき見せたパフォーマンスの向上を、流していたようです。私もポチッとライクをしておきます。はい。鳥さん、もう一回言ってみますか？他の方も質問があれば、チャットでもいいですし、音声でもいいですし。今日は10人参加してくださってます。まあ、私除いて9人。多分、今までの僕のワークショップで一番参加人数が多いので、皆さんありがとうございます。そうですね、1年半やってますけれども、こうやって人数が増えてきていることも本当に嬉しいことです。土曜日の朝、皆さんお休みなのに、参加してくださってありがとうございます。今、鳥さん、二人目入室されました。他ごのめん。デバイスから。あ、はい、聞こえます。聞こえます。すみません。はい、はい、はい。別のパソコンから入り直しました。はい、はい。すみません。この間、香川のミートアップに参加させていただいて、この6.5の勉強会だったんですけど、ドはい、はい。ロップシャドウができるようになっている。で、ドロップシャドウってことは、透過画像だったら、ピングとかで透過画像だったら、その、中身をなぞって影がついてくれるんですかねって言って、で、まんじゅうさんが、見てくださった、ソース見てくださったんですけど、ドロップシャドウと書いてあったんだけど、コードはボックスシャドウだったっていう。なので、ピングなるほのなど。ぞって影はつかないみたいですねっていうお話だったんですけど、で、まんじゅうさんが用意してくださってた画像が、透過画像はなかったので、その時には、実演を見れなかったんです。で、家でやってみますって言って、まだやってみてないんで、もしできそうだったら見せていただけたらなと思って。無料透過画像。すみまこせん、れで、ご無理を。やってみましょう。
あ、あれですね。ちょっと待ってください。こういうのに直接行って、例えば、フラワーって入れて、これをベクターにして、こういうのですね。ちょっとこれやってみますか。これはい、を、ありがとうございます。ダウンロード、ダウンロード。よし、よし。あ、なんか背景青くしちゃってますね。うん、やってみましょう。これをこうして、で、これですね。これを、これですね。影をして、影をして、ドロップシャドウを、やっぱこういうのにやると、あ、やっぱ違いますね。あ、そうですね。ありがとうございやます。ばい。はい。ね、このバラの形で影ができるのかと思いきや、もう外をなぞっただけっていう感じですね。これ公開してもやっぱりそうなのかな。固定ページを表示。うん、やっぱそんな感じでした。はい。あはりい。ありががとうとうごござざいいます。ます。では、時間になりましたので、ここまでにしたいと思います。盛りだくさん。6.5。話題になってた、共同執筆ですか？共同編集に関するちょっと、新機能はまだないので、私もいつかとこう待ってるんですけど、まあ、ブロックエディター、サイトエディターがかなりまた磨かれて、皆さん煩わしかったリンクの設定とか、リストビューの中でこうブロック移動する感じとかが、磨かれてきたかなという感じです。はい。では今日はそこまでにしたいと思います。皆さん、お集まりいただきありがとうございました。また次回もどうぞ、ご参加ください。では、今日はここまでにします。ありがとうございました。ありがとうございました。